さあさあさあ、来ましたね、この日がね。何来ましたね、皆さん。ちょっと待って、もう分かったわ。やったでしょ、一瞬が100。ってことは、次の決める権利は、俺にありますよね。お前、青木がすごいな。まあ、考えましたら、何しようかなと思って。はい、俺ね、大好きなもん、行くか。題して、一週間、仮面ライダーベルト生活。寝る時も、いや寝る時も、あーうざいな、結構意外に言ってねえじゃん。結構うざいな。外出時ももちろんつけてね、変身みたいな外でしてもらいます。なんで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 決める権利盛り上がるっしょ。え、独断独断独断うぇーじゃないの。もうめんだめんだめんだ、大輝お前だ。うわ大輝大輝お前だお前だお前、俺かちゃんとびっくりするじゃん。後ろ向くとびっくりするから。マジ声したって、後ろ向くとびっくりするから、後ろ向くとびっくりするから、うーってしない。え、今うーってしたよね。うーって今うーってしたよね。あー怖い、横だよ、怖い。これぐらいガチでパニックるから。え、しらけちゃった。あ、しらけちゃったよ。しらけちゃった。タイミング変わっちゃった。大輝です。大輝大輝なんだなんだ大輝。俺かよ。はい、大輝。なんで大輝だ。やってないじゃん、ずっと。もう一緒にかけて。まあ、まあまあ、やってない。流しとかさ、ボーリングとかやってた。で、持ってきました、今日ね。え、じゃじゃん。うわぁ、懐かしい。懐かしい、このね。あ、負けるの。あ、負けねえか。いける。全然いい。あとはガムテープ。あ、ガムテープ。じゃあ、違います。いいじゃん、今からだ。はい、はい、ちょ、お前腹痛いね。きついかな。タイトル。うわ、来た。来た。来た。変身。ダメージ。一番おもろいわ。明日の予定もわからない。変身。来たな。なんで俺にその顔すんだよ。カメラに向けろその顔。何撮ってやってるね。何撮って今日もやってるね、カメラが。おー、いいですね。うるせえよ。いいね。おい、でも外歩くのマジクソ恥ずかしいな。いやいや、まだ恥ずかしさあるの。体に見合わず昇進者やな。今食ったラーメン屋さんでさ、バイトしてる女の子さ、4度目ぐらいしてきて真似すると、まあそこにターボーが俺だとしたら、俺バイト先の女の子で、こうやって。なんか言いたいことが、なんか言いたいことが、ありがとうございます。ベルトが邪魔や。おー、いいですね。来たな、悪者、うんこやろう。ババ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 バ。マック危ないから、静かにして。静かましいな。楽しそうだな、お前。バカ野郎。未だまあ、あんま害はない。いや、うつ伏せで寝れない。俺一番寝る体勢、うつ伏せが好きなんで。しかも、仰向けの時のいびきが一番無線で。仮面ライダーいびき。ついにビデオ借りにね、ビデオ屋来たから一緒についてきたけどさ、うん、浮いてますね、あなたね。なんで何がなんでじゃねえよ。こういうこれのことが変身。あ、うまい、うまくなった。あ、お疲れ。変身した。あ、来た来た来た。変身した。ビデオ借りてきましたわ。うー、どんなビデオ借りた。スイッチ。ビデオじゃねえわそれ。何買っとんだよ。ポケモンやろうと思って。もうコンビニ行くかのノリでスイッチ買うのやめて。意味わかんないから。鏡見て思ったけど、格好が海賊すぎる。海賊多すぎる。いや、いいですね。いや、いいじゃん。これ買ってきて。ずっとマッハになるから。あ、出た。イエーイ。ずっせえ。いや、もうずっとマッハやって。そう、ずっとマッハ。バッチ。あー、もうダメだダメだ。あー、すごい、もうめっちゃポケモンやってるよ。あー、すごい。名前なんだっけ、せい。ほっこりできた。強し。強し。誰やねん。ライバルの名前教えてくれ。え、ライバルの名前。弱し。なんだっけ。その共通点。アニメ、すげえ。ここまで来たアニメ、すごいな、マジで。いやー、でもちょっと悲しいわ、俺は。始まった、始まった。あ、出たよ、始まった。あ、来たよ、ポケモンが。いや、風呂上がりの大輝。ありがとうございます。はい、
はい、ベルトつけろお前。いらん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 。つけろ。いらんとかないから。いやもう寝るもん。いらんとか。うつ伏せで寝れないもん。お前。怖いやん。守りでベルト負けません。ベルト負けません。やばいね。風呂上がり変身。おう。大欲魔。これポケモンってモンスターボール無限。無限。絶対綺麗。無限じゃないよ。無限じゃないの。何個かあるでしょ、軽減が。有限なの。大輝、落ち込んでる下りやってるけど、一切カメラ向けてないから。おい。あ、落ち込んだ、本当に。そう、風呂入ってさ、一回朝風呂入ったからさ、うん、ちょっとつけてほしいんだけど、いいつけてね、どうへばっちゃ、はい、こう近いと外れちゃうから、もうちょい奥からやって、あ、もっとベルトの。で、きつきすぎるとガムでボールの腹で破れちゃうから、若干緩めで、この辺まで。あ、あれってよかった。長くつけて分かったことなんだから。そういうこと。もう俺、平気も緩かったから。おぉ、業務知ってるやないか。テイクス、テイクス、テイクス。これやばいね、この腹。ベルトに腹が乗っちゃってるんですよ。いや、でもなんか、いいな、ベルトって。ロックっしょ。いや、でも、強兵なんか好きだからね。俺もカメラ好き。意外とつけたらかっこいい。あ、そう。俺を選んでくれたけど。はい、ナイキ。いや、池袋でもつけてんね、相変わらずね。あ、これ？多分ね。池袋になると逆にスターになれるわ、これしてたら。ぐらいみんなぐるいぐらい知るもん。うん、都内で来れば来るほど、ああ逆に恥ずかしくね。ああ、なんで、あ、そうだな。いや、もう5日間にしてもう体みたいになってる。ああ本当にそうだ、一部みたいな。何も思ってない。ああ体の一部みたいな。綺麗だね。綺麗だね。景色が綺麗だね。いや何やお前。何ガムテープお前。俺か。おかしいやろこれ。こっちにせえや。やばいから、カムテープ。何、俺でもデブって言ってんの。行けよ。こんな綺麗なところでお前、なさすぎるやろ。なぜに、フェジン。おぐいま。おぐいま。おぐいま。うわ、すごい。めっちゃ食えるやん。うわ。うわ、超食ってる。すげえ。今食ったことに後悔している。逆になんかここまで来るともう少しで終わっちゃうっていうのが悲しいんじゃない。なんか無駄。お茶飲め。仮面ライダー大輝、サブを編集するときもベルトをつけているようだな。何しまくぞしまくぞってチンチン。俺いつも編集するときさ、うん、この、わかる、この腰のところにこうパソコン置いてるやつ。あ、はいはい、仮面ライダーが邪魔なんですよ。だから我は今日、お腹の上で編集しなきゃいけないんですよ、こうやって。それか、俺はこうやって編集する。お前その編集やめろよ。これ昔っておしいな。お前、6日目だよ、だって。え、6日目だよ。もう、つか、もう1週間やりてえな。ベルトとマックでガチャガチャ言ってるから危ないのよ。ナノカメ終了。まあもう正確には8日間ぐらいこれつけっぱな。名残惜しすぎた。もう俺は仮面ライダーに染まったよ。で、どう？俺の仮面ライダー生活見てて。逆だよ、お前。お前に聞くんだよ。お前、何でも周りに意見持ってて。はい、ということでどうでした。いやでもね、楽しかったよ、普通に。マジ、みんなやってほしい、ガチ。全然楽しくない。途中めっちゃ怒ってて。いや、ちゃうね。そう、うつ伏せで俺寝るの好きなのに、仰向けでしか一番いびきがうるせえ体勢。猛獣だからね、いびきの。俺とリボンはもうね、二頭身だからね。二頭、ドラえもんや、それは。この格好でお前ドラえもん言うたやん。しかるぞ。なんで急に今アラミ感だよ。怖っ。いやでもなんか1週間ライダー生活で成長してんじゃない。ちょっと面白くなった。キレキレだ。当たり前でしょ、何言ってんの。よかったです。イエーイ。ということは次の1週間企画俺が考えていいってことだ。そうだそうだそうだ。それはまあじゃあまた次まあまあそうやね、決まった時言ってもらって。はい、ということで皆さん、はい、1週間企画少しでも面白いなと思っていただけたチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。なんか言い残すことありますか、皆さん。皆さん、正義のヒーロー大輝で。いや、間違えた。成長してるんじゃねえか。そういう時に 20% ぐらいで本が言う。すいません。やばい。好きになって信じたってどうせ恋なんてこの一歩が踏み出せない自分。
が言う。